はい、こんばんは、つぐきです。今回はですね、まあ、2件取り上げようかなと思ってるんですけど、1件目がですね、第4次安倍会、ごめんなさいね、ちょっとあれですけど第4次安倍再改造内閣が発足したんですね。まあ内閣改造ですね。はい、まあ大臣の入れ替えみたいなやつなんですけど、まあそれを、まあ、発足、それをやって、なんか第4次の、まあ、安倍総理のなんか内閣改造をしたっていうことみたいなんですね。はい。まあそうですね、小泉進次郎さんいるじゃないですか。最近なんか滝川クリステルさんと結婚した方でですね、まあ小泉純一郎さんの元総理の息子さんなんですけれど、まあこの小泉進次郎さんがなんか環境大臣になんか初入閣したみたいなんですね。なんか環境大臣になったみたいで、まあ、ちなみにですね、なんか防衛大臣は、まあ、いわゆる防衛大臣だったじゃないですか。まあ、結構ちょっと騒がれてる方なんですけれど、まあある方からね、ある方っていうか、まあある方々まあ保守界隈とかね、そういう方々たちが結構ちょっと騒がれてるんですけどね。まあそのいわゆる防衛大臣じゃなくて、今はなんか防衛大臣はですね、河野太郎さんですね。はい、まあこの方が防衛大臣に、まあ、任命って言えばいいんですかね、これ。まあそうなったってことなんですけどね。はい、まあ結構、まあそういうことになったってことですね。まあまあいわゆる防衛大臣ね、まあ大臣変わってよかったと思いますよ。岩屋さんについて、岩屋防衛大臣、もう今は前防衛大臣かな。はい、まあその方じゃなくて、まあ河野太郎さんが防衛大臣になってよかったかもしれませんね。ちょっと岩屋さんちょっとあれでしたからね、ちょっと。はい、まあ小泉進次郎さんは、まあこの方は、まあどうなんだろう、結構この方もちょっと保守界隈からちょっとあんまり評判良くないみたいですけどね。あ、まあ僕的には別にどうなんだろう、まあ、大臣でもな、まあこの方が大臣になっても別に何も成果がなさそうなんです。まあ小泉さんにはちょっと失礼かもしれないですけど、まあどういう成果、どういうことをしたのかがちょっとね、まあ、微妙なんですよね、この方結構。まあ、ちゃんとした、まあ、政策っていうか、まあ、あると思いますけどね。なんか、なんか、まあ、大臣だと別になんとも思わない感じが、僕個人としてはですね、そう感じるんですね。はい、まあ、小泉さん、まあ、進次郎さんは、まあ、ある意味、なんていうんですかね、まあ、今年はね、まあ、滝川クリステルさんと結婚してですね、まあ、さらにはなんか、大臣になったから、ある意味、小泉進次郎さんにとっては、今年はいい年に、めでたい年になったと思いますね。はい。まあそういうことなんですけどね。はい。まあ、なんか最近なんか台風もね、千葉県の方で、なんか、台風何号か忘れたんですけど、結構停電も多くてですね、もう災害が結構ひどくなってるんですね。だから、まあこの時になぜか改造内閣したらいいんですかね、これ。内閣改造する前にですね、内閣改造する前っていうか、この防衛じゃない、このなんか台風ね、千葉県のどこだったか忘れたんですけど、あっちの方で災害が起きてますから、台風が起きてて、被害も結構起きてるので、だから、ちょっと、まあ、向こうにね、現場に行ってから、この内閣改造は、後からしてもいいんじゃないですかね。僕個人的にはね、そう思ったんですけどね。いいんですかね、こういう時にやって、ちょっとあれですね。はい、まあてなわけで、まあ2件目がですね、はい、NHK から国民を守るとですね、まあ、N 国党の立花孝代表がなんか、まあ、竹島についてなんかね、竹島を捨てる議論も必要と主張とか、まあなんか言ってたらしいんですね。なんかデイリースポーツさんがですね、なんか領有権は韓国にあるみたいなことを最初載せてて、立花さんはこれ
訂正して抗議したんですね。はい。まあそれであれだったんですけれど、まあ立花さん、まあこれちょっと全文があるんですけど、まあちょっとね、まあちょっと YouTube でちょっと動画が上がってるんですけど、こっちからちょっと やめましょうね。これちょっとスマホで見ましょうね。これで。だから共産党の小池さんが、ね、竹島の戦争じゃないと取り返せないじゃないかと言った発言を、はい、うちの党の丸山穂高がしたわけ。別に戦争しろって言ってないよ。これ以上日本の領土だと主張するならば戦争して取り返すしかないんじゃないんですかってカーってつけてハテナまでつけてるのに、戦争して取り返せみたいに変換してるわけじゃん、勝手に。でそれを共産党の人が、党首の立花も党として責任を取れって言ってきたわけ、10日ほど前に。じゃあ俺が何をしたんだ、責任取るから やったこと教えてくれって言ったら、勘弁してくださいよ立花さんって逃げてるのよ。違う、おかしいよね。お共産党そんなの、からは来ないんですか。来ないよ、連絡来ない。両二人にメール、あの手紙ファックスしてるよ。だって勘弁してくれよ、俺たちは政治ごっこしてるのって向こうは言ってるわけ。竹島について議論をしようなんて気持ちはないの。67年間かな、竹島は韓国が支配してるわけ。今さら返せって言えるか。日本の田んぼやこういう普通に、例えばあのビル、所有者がいます、住んでる人がいます。住んでる人が20年間所有者に家賃も払わずに勝手に住んでて、20年経ったら所有権は住んでる人に移るのよ。20年で時効取得っていうの、取得時効か。70年近く占領されてるのに今さら日本の領土って言ったら戦争になるでしょ。だからもう日本の領土じゃないってはっきり言えば、これで戦争にならないことを言ってるのよ。片方、別の言い方をすればね、そういうことも考えましょうよって言ってるわけで、一番国民を平和に導くには竹島はもう捨てるっていうことも国民の皆さんの中で多数決で聞いてみるのも必要なのよ。勝手にあの国が日本の国だ国だって言ってるから韓国も怒ってるんでしょ。俺たちが67年間も守り続けてる島をなぜ日本が領有権あるって言ってるんだって揉めてるんだから、国民にちゃんと聞いて、あの島はもう韓国のものだと決めてしまえば戦争しなくていいわけでしょ。その問題提起をしてるに過ぎないのに、やれ国会で球団決議が通った、次は議員辞職勧告決議だ、そんなもの通したってやめなくていいんだから。やってることが頭のおかしな人なのよ。本来本当にあれが問題だと思うんだったら、議員辞職勧告決議案が出たら議員を失職するって法律一本作りゃいいのよ。はい、はい、まあそういうことなんですけど、ごめんなさい、ちょっと長くなりましたけど、まあそういうことを、まあ立花さんはなんか、なんか、まあ竹島は韓国が支配してるわけとか、まあ、今更返せているかとか、まあなんかそういうなんか言っててですね、なんか、まあ所有者に家賃も払わず勝手に住んでて、20年経ったら、まあ所有権は住んでる人に移るのよみたいなことを言っててですね、はい、まあ、70年近く占領されているのに今すら日本の領土って言ったら戦争になるでしょ、だからもう日本の領土じゃないってはっきり言えばこれで戦争にならないことを言ってるのよって、まあ、言ってたんですね。まあそういうことを言ってです、まあ、まあ動画もありましたけどねはい、まあ、あの島はもう韓国のものだと決めてしまえば戦争しなくていいわけでしょとかもちょっと言ってしまったんですね。はい、まあデイリースポーツさんが言った通りに、なんか、まあ、竹島、所有権じゃない、領有権か、領有権は韓国にあると主張はしてないんですね。はい、まあそんなところは言ってないんです。まあそれと似たことは言ったと思いますけど、はい、まあちょっとなんかデイリースポーツさんなんか記事なんか訂正したみたいなんですよ。最初なんか琉球にタイトルではなんか琉球は韓国にあるという、まああるっていうか領有権は韓国にあるみたいなタイトルをつけてたんですけど、さっきも言いましたけど、まあ立花さんはまあそれの訂正、まあ白みたいに
抗議したんですね、電話でね。まあその動画も今なんか非公開になってるんですね。なんか確かあの電話番号が個人情報が載ってるからっていうあれでなんか非公開したみたいなんですね。はい、まあ多分編集してまた載せるのかもしれませんけどね、ひょっとしたらね。はい、まあそういうことなんですけれども、まあ、このデイリースポーツさんのなんか訂正の記事はなんか N 国立花代表、竹島を捨てる議論も必要という主張、70年近く占領されていると書かれてるんですね。はい、まあそういうこと書かれてて、まあその、 あの N 国党の党首で参議院議員の立花隆氏52歳が10日自身に対して脅迫での被害届を出した東京中央区議の二瓶文則氏への面会を求め、区議会が入る同区役所を訪問した。区役所前では報道陣の取材に対応、日本と韓国がともに領有権を主張している竹島について領有権も韓国にあるという趣旨の主張を表明したと書かれてるんですね。なんかあれです、領有権は韓国にあるという趣旨を主張を表明したって書かれてるんですね、なぜか。はい、訂正し、これ訂正になってるんですかね。まあタイトルは訂正したと思いますけど、なんかあれですね、まだそういうふうに書かれてますね。まあ竹島についてはなんか、まあ、同党の丸山穂高さん衆議院議員が韓国議員団のなんかまあ上陸に対して戦争で取り返すしかないんじゃないですかと投稿したことで話題に、立花氏は家でも所有者に家賃も払わず20年間勝手に住んでたら所有権は住んでる人に移ると、なんか不動産の、まあ、所得事項について説明したと書かれてるんですね。ちょっとこれ長いですね、ごめんなさい。ちょっとまあなんか丸山議員の投稿を擁護したとかね書かれてるんですねこれ。はい、まあ続けて一番まああの国民を平和に導くためには竹島はもう捨てるっていうことも国民の皆さんの中で多数決で決めるというのも必要と持論を展開、勝手に日本のものだと言ってるから韓国も怒ってるんでしょ、俺たちが67年間も守り続けてる島をなんで日本が所有権あるって言ってるんだと揉めてるんだから、あの島は韓国のものだと決めてしまえば戦争しなくていいわけでしょ、その問題提起をしているに過ぎないと、まあそういうことを言っててですね。まあこれね、まあ立花さんこれ一応まあ確かにこれね、なんかあんまりよろしくない発言してると思うんですね、これ。あのまあなんかなぜか家でも所有者に家賃払わずに20年間勝手に住んでたらっていう、これもちょっとあれかなっていうのもあるし、まあちょっとなんか言葉がちょっとですね、なんか誤解を招くような発言してるんですね、立花さん。はい、あのなんかあの島は韓国のものだと決めてしまえばなんか戦争しなくていいわけでしょみたいなこと、これはちょっとね、あんまあの擁護しようがないですね、あんまり。これちょっと言ったらいけないことだと僕は思いますね。これはちょっとね、まあ、全部が全部ダメってわけではないんですけど、はい、占領されているのに今更日本の領土って言ったら、まあ、戦争になるでしょっていうのはまあ、確かに一理あるかもしれませんけどね。はい、まあ、だから日本の領土じゃないってはっきり言えばこれで戦争にならないことを言ってるのよっていうのがまあちょっとあるかなって思うんですけどね。まあなんか多数決で決めてみるのも必要なのよっていう、これはこれで直接民主主義でこうなんか竹島はもう捨てるっていうこともとかね、これちょっとね、まあ多分例えで言ってると思いますけど、これちょっと誤解を招く発言ですよね、これね。はい、ちょっとこれね、まあこれ立花さんが本気でやるつもりはないと思うんですけどね、これね。立花さん本人はこれ韓国の領土だと、韓国の領土じゃない、ごめんなさい、あの竹島は韓国の領土だとは思ってないですしね、あげてしまえばいいみたいなことは思ってないと思うんですね、立花さんはね。はい、まあ、なんか弁明、なんか YouTube で動画です、ね、弁明してあの竹島は日本の領土ですってね、あの言ってたんですけどね、訂正記事のあれで。
動画で言ってたんですけどね、立花さんは。まあ立花さんは、まあ本人は竹島は日本の領土だと思っていると思いますけどね。はい、まあそういうことなんですけど、まあちょっとこれでね、あのなんか最初ら辺っていうか昨日ぐらいに、あの、まあ、これについて立花さんがこういうことを言ったことについてですね、なんか立花さんは売国だみたいにね言ってる方いますけどね、デイリースポーツさんにちょっと騙されてると思いますねこれ。はい、まあ確かにデイリースポーツさんはまあこれまあこれあの書かれてるんですけど、事実な本当の部分、本当に言ってたところの部分は書かれてるんですけど、なんか切り抜きみたいにされてるんですねこれね。はい、まあちょっとまあ立花さんね、なんかまあなんかつい言っちゃったんじゃないですかねこれ、まあ、ある意味失言ですよねこれね。はい、まあ他の政治家もなんかこれでねつい言ってしまってこれがなんかマスコミにね叩かれるじゃないですか。まあそんなみたいになっちゃなってるじゃないですか、特に自民党の議員とかね。はい、まあそういうなんかみたいになってますね、マスコミに、こういうメディアとかにね、こういうふうになんかまあ切り抜き報道みたいにね、はい、されてちょっと叩かれてると思うんですけどね。いやー、まあ立花さんね、はい、まあ、ちゃんと、まあ、竹島についてまあねちゃんとまあ考えて発言した方が良かったのかなと思いますけど、やっぱちょっとつい何かで言ってしまったんだと思いますけどね。はい、はい、まあ、てなわけで今日はちょっと話が長くなりましたけど、まあこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。